精神科医の加山里香氏、54、が、金曜パネリストを担当する生放送番組、虎ノ門ニュース8時入り、スカパー、プレミアム、を降板することが分かった。加山氏は先月23日放送の同番組で、ムクを務めるお笑いタレントの三九達夫、38、や経済ジャーナリストの須田慎一郎氏、53、といった共演者たちと共に、木曜パネリストの独立総合研究所社長、青山茂春のファンを、信者、などと揶揄。30日放送会で、チーフプロデューサーの山田明氏が、青山氏のファンに対して不適切な発言だったと代わって謝罪した。しかし、その後加山氏のツイッターアカウントには、逆に青山氏を、ほんと下劣、と非難する文章が投稿された。さらに、つまんない仕事だけど6月までは続けようかと相談してます、とも発言。今月1日放送会で加山氏は、一連のツイートについて、私が書いたものではない、と明言し、アカウント乗っ取り被害の可能性も考えて調査中だと伝えた。そして8日放送会、番組冒頭では山田氏が、加山氏のツイートに関する調査の経過を報告。投稿された内容には関係者しか知り得ない情報も含まれていたため、出演者やスタッフを集めて話し合いを言ったのだという。その場で加山は、問題の内容は、ファンに向けて書いたダイレクトメールの下書きだった。その下書きがいつの間にかツイートされてしまった、と説明。山田氏が、アカウントの乗っ取りなら警察に届けるべきではないか、と指摘したところ、加山氏の証言は一転。乗っ取りではなく、ツイッターアプリの誤作動かもしれない。過去にも同じ誤作動が起きた、と言い出した。そこで山田氏が、それならアプリケーションの開発会社に原因を問い合わせましょう。アカウントではなく、パソコンそのものを乗っ取られた可能性があるから、加山氏の事務所で調査をしましょう、と提案。改めて調査を行うと約束された。しかし後日、加山氏から山田氏の元に手紙が届いた。そこでは調査の経過には触れられておらず、スタッフの対応への不満や、番組降板の意思が綴られていたそう。山田氏は、加山氏降板を発表するとともに、お手紙の内容は私たちが確認している事実とは異なる部分もありましたので、この件に関しては、今後加山さんに反論文をお送りするなどのやり取りをしていきたい、と語った。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。